即興ばっかりやってるんですけども、ぶっちゃけ正直に言います、よくわかりません 真面目に。ただまあ音楽はもう小さい頃からやってるんで、なんかこう理屈抜きにちょっといけちゃうところがあるんですね。それなんでちょっと今日実験的にですね、ゆっくり今から、これ本当にですよ、これ今からこれ即興の曲を作ってみます。で、そうすればなんかなぜこういうふうに出来上がっていくのかっていうのは、これ動画にしてますんで、後で研究材料になるかなと思いまして、今からちょっと適当にやってみますね。ゆっくりやってみますね。普段はババババーって、ね、よくストピなんかで今日やっちゃうんですけど、ストピの場合ちょっと早いんで、ベース音1音だけでやることがあるんですけど、今日はちゃんと和音でつく構成していきますね。まあ和音で分かるときはなんとなく感覚でパーンって弾いちゃうんですけど、なんでそれが出てくるのかがちょっと今まで謎だったんで、それをちょっとゆっくりやってみますね。ちょっと音の大きさ、これでいいかな。まあ、適当に何でもいいですね。即興ですから、適当なとこから始めますね。この辺から。チェック、まだ曲の イメージが何もできてないで、いきなり「いい」って何だって話よね。僕も何も考えていきなり「いい」って言っちゃったんで、とりあえず流れだけちょっとです。あらかじめ最初少な最低少しはイメージがないとダメね。よし、こんな感じでいきましょうか。これ多分ここ単、あ、てか最初から単調なんだけど、これ今ミー弾いてるか あんまりこう考えながら弾いてないんで、今日は逆に考えると難しいのね。自然にパーって弾いちゃった方が楽なんだけど、考えると逆に難しいね これですね。ちょっと濁ってるから、別にいいかな、これ。ドミナントだから多少不安定でもね、これ少し濁ってるけどね、あるいはすっきりさせたかった方ですけどね、あんまり綺麗でもよくないんで。違う、やっぱり逃がしてわざと濁るした雰囲気これやっぱり。
です。こっちの方がなんか怪しい感じがしますよね。ここですよね。これがいいんですね。ここで終止ですね。一体何なんでしょうってあれですよね、もしかしたら分かる人には分かるかもしれないけど、これ分からない人にはさっぱりですよね。僕もどう説明したらいいのかよく分かんない。なんかこれ体系的な多分音楽理論かなんか本当はあるんですけど、まあ多少は僕も読んではいるんですけど、まああんまり理論っていうよりは読んでももう感覚で体得しちゃってる部分が結構多いので、例えば対位法とかもそうなんですけど、ただ和音ハーモニーに関しては多少勉強した方が早いですね、覚えるのね。もちろん覚えなくてもある程度分かるもんは分かっちゃうんだけど、でも音楽理論にやっぱりで ハーモニー和声っていう部分、特に和声に関してはピアノの方がこうギターだとちょっと難しい、コードがそもそも弾きづらいんでね。ピアノが一番楽なんで、ピアノで押さえるの、ね、でバイオリンで和声はちょっとかなり難しい、4本しかないんでね、そもそも和音が出せないっていうのがパターンがいくつかあるんで、だからやっぱりピアノが一番弾きやすいし音を出しやすいんで、これでやるのが練習がいいですね。それでやってればもう自然っていうか、音楽たくさん聴いてれば実はもう自然にこれはおかしい、これはいいっていうのは大体流れて、まあ理屈の上には例えばトニックとか何ですか、サブドミナントとかドミナント、まだこの3つの種類があって、トニックからまあトニックはまあ別に問題ない、トニックドミナントで、ドミナントっていうのはその後は行き先っても決まっちゃってて、もうトニックにしか戻れないんですよ。まあ理屈の上ではね。でトニックから、サブドミナントで、トニックサブドミナント、サブドミナントはその後トニックに戻ってもいいし、サブドミナントから、ドミナントに行ってもいい、ただしドミナントはさっき言ったようにトニックにしか戻れない。だからこう流れとしてはまあこう3つか4つ、まあ、4つっていうのはトニックっていうのだけだから、まあ変化のある場合は3つの流れしかないんですね。だからトニックドミナント、トニックサブドミナント、トニックサブドミナント、ドミナント、トニックしかないんです。この3つしかないんですね。だから必ずそのどれかになるんです、理屈の上ではね。ただ別にそんな理屈なんか考えなくてもなんかこう自然にポンってできちゃうんだよね。あと普通の和音でもさ、この例えばベースっていう八丁調でもありますけど、実はこれをこの3つの音をここでも押さえる、全く同じ組み合わせでもここで押さえるか、ここで押さえる、あとはここ、こっち、ここ、この一番層をベースにして、これで、このどれかにするかによって、実はね、同じ八音調の和音なのに、その曲のこの変化のところで、どれを使うかによって、実はしっくりこなくきたり、なんか変な感じだったりするんですね。これちょっとよくわかんないんですけど、なんでそんなのか僕もよく理解してないんですけど、でもなんかあるんですよ。これ多分対応の関係かなと思うんですよね。こういうふうに言った時にここに行ってはいけないみたいな、この
あるんです。厳格なあれがあって、それとの関係でそこで始まるワンワンアウトみたいなね、何かがあったかな、ちょっと覚えてないんですけど、僕はあんまりそういう理論とかとか関係なく感覚で分かっちゃってるとこもあったりするんで、あとよくこう旋律の中で同じ和音がガン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 って連続する場合もね、たまにおかしく感じる時があるんですよ。例えばこの間のなんだっけな、実はこれ最初以前にあのカノンでやったことあるね。カノンの1段目はまあ一つの音に対して一つの和音、1対1の関係だったらいいんですけど、2段目が2つの音で1つの和音ってなるときがあるんですね。2つの和音、旋律音の変化に対して1つの和音っていう風になっていったときに、和音が常にここに変化してる分にはいいんですけど、たまに同じ和音になっちゃうときがある。そうですね、同じ和音が何回も続くとね、なんか違和感を感じるんですね。そういうことがあって、そういう時は微妙に変えるんです。例えばその次のその先の変化 によってその変え方が変わるんだけど、例えばこんな感じ、どっか一箇所変えるんですね。こんな感じます、ね、こうするとその同じの続けるとね、ちょっとね変な感じに聞こえるときがあるんですね。そういう場合はちょっとこれ1個加えるでもいいかな、あ、加えて濁っちゃうからダメな、こうずらす方がいいんですね。とかね、あるいはこれこういう感じの変化があるんですね。だからってやるんじゃなくて、こうやってだから、ただ同じような和音が続く場合でも少し変化ですね。今のだとってやるんじゃなくて、こういう風にやっていくと、なんかよりなんかこう深い変化が現れるっていう感じです。以上です。はい。